はい、ごきげんよう、みつけやまです。今日もポケモンスカーレットをやっていきたいと思います。今日も授業の続きやっていきますよ。せいじさんって人がどの授業の人なんだろうって知らないんだよね。生物はジーニア先生時間かかった。ジーニア先生で、数学誰だ、言語、バトル学はさ、木肌先生でしょ。で、美術は八作先生でしょ。ここの、どっちかだと思うの。どっちだろう。言語。いっか、言語行きましょう。あ、来た。聖司先生の授業、言語学でよろしいですか。はい。お願いします。まもなく授業が始まります。はい。親愛なる生徒のみんな、体はお元気ですか？この人だ。My name is Seiji. My name is Seiji だよ。すごい髪型だな。真面目にレッスン受けてくれてありがとう、サンキューなのさ。裏若き少年少女たちと一緒に青春できてハッピーだな。Seiji は誠実の Seiji だから、これから仲良しプリーズ。今のは言語ジョーク。そうそう、わしのレッスンは言語学、言葉についてのお勉強なんだよな。おはよう、こんにちは、なんて挨拶の言葉もところ変われば、グッモーニング、ハローになるんだよね。いくつかの言葉を合体させたおはこんハロちゃんをって挨拶する動画配信者もいるんだって。誰だろうな聞き覚えしかない。世界にはいっぱいの国があって、国ごとにいっぱいの言葉があります。グラシアス、メルシー、シェイシェイ、ダンケシェーン、サンキュー。これ全部同じ意味。わかるかな？ありがとう。だよな。お主の名前はエマ。すごいね。超ベリベリ大正解さ。お主。発言しようとする姿勢もいいね。グラシアス、メルシー、シェイシェイ。これ全部ありがとうって言葉。サンキューは大ヒントだったわな。ちょいちょいなんか語尾が怪しいぞ。言葉の長さも響きも全然違ってウケるよね。突然ですが、聖司のワンポイントアドバイス。海外に行った時は片言でも現地の言葉を思い切って喋ってみよう。気持ちを伝えようとする頑張る姿はきっと相手もハッピーにするよ。ぶっちゃけその国の言葉はこんにちは、おいしい、ありがとう、道言えればなんとかなるし。そうか。イエス、ノーぐらいは言えた方がいいじゃない。あとは身振り、手振り、身振り、手振りで乗り切るのだ。おっと、チャイムが来やがったね。お主たちとはしばしの別れ。それじゃあ、アディオス、バイバイ、シーユーネクストタイム。ちょっと日本語誰教えたの聖司先生に日本語を教えた人ちょっと出てきた方がいいよ。アニメとかで学んだのかな。じゃあ続き受けていきましょうかね。親愛なるお主たち、ご機嫌は最高であろうか。聖司の言語レッスン、準備は Are you ready? はいかイエスで答えてね。イエス。グッ。前のレッスンではいろんな国のありがとうを教えたよね。Today は海外で使うと喜ばれるあの言葉をテーマに、せいずず、せい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 レッスンしちゃおっかな。それではいくよ。デリシャス、ハオチー、ボーノ。これらがどういう意味かご存知か。デリシャスパーティープリキュアだ。美味しいだね。おう、超ベリベリ大正解だね。さすがエマ。デリシャス、ハオチー、ボーノ。これ全部美味しいって意味。市場やレストランで現地の美味しいを使うと、お店の人もにっこりスマイル。コミュニケーションがわんさかはかどるんだな。海外の人が自分の国の食べ物を褒めてくれると、誰だってハッピーだもんね。突然ですが、聖司のワンポイントアドバイス。コミュニケーションの第一歩は相手を褒めることだよ。褒められて嫌な気持ちになる人は少ないかろうもんね。これって他の国の人に限らず、お主たち同士でも同じこと。このクラスの中でもできることだよ。試しにレッスン後にみんなでお互いを褒め合ってみたら？
クラスのはもっとフレンドリーだね。それじゃあネクストレッスンでアディオスバイバイ。確かに日本人って結構さ、褒めることあまりしないから、褒めるっていうのはとってもいいかもしれないですよ。親愛なるお主たち、お元気そうで何よりだな。今日もセイジとレッスンだよ。準備は Are you ready? どうしたどうしたどうした、 Are you ready? Yes! Good good! レッスンといえど一方通行はノンよ。お返事ないとサッドネス、わし悲しくなってしまうね。前のレッスンではいろんな国の美味しいを教えたよね。 Today はここぞという時のあの言葉をテーマにシェイズズレッスンしちゃうからね。I love you, je t'aime, te amo, イヒリベディヒ。イヒリベディヒはどこだ？ドイツ？te amo もどこだろう？ちょっと待って、セイジ先生のさ、何これ、バッジ？ライチュウの尻尾じゃん。かわいい。電気タイプの使い手とかなのかな？これらがどういう意味かご存知か？愛してます。エクセレントエマ、超ベリベリ大正解。ランキング第1位。やった。ジュテーム、テアモン。I love you は有名だね。テアモンって知らないんだけど。ジュテームはフランス語で聞いたことあるけど。あ、あれか？アムールとか、アモーレみたいな？スペイン語系かな？これ全部愛してますって意味。んー、ちょっとお主たち恥ずかしがっちゃってる？シャイなボーイズ&ガールズ。自分の気持ち伝えるのとっても大事なことだよ。特にプラスの気持ちはね。将来好きな人と結婚して些細なことで喧嘩した時も、ちゃんとごめんなさいして愛してますでオールオーケー。かくいうわしも先週マイワイフと大喧嘩。でもすぐごめんで仲直りだ。突然ですが、セイジのワンポイントアドバイス。喧嘩したときは早めに謝るのがベスト。せやな、長引く言えば長引くほどね、謝れないからね。家族でも友達でも恋人でも同じだね。お主たちならできるはず。ネクストは中間テストだから、これまでのレッスン復習しておいてね。アディオスバイバイだよ。そうだよ、ちゃんと付き合ったからもう好きとか言わないとか、そういうのダメだよ。よく言うじゃん、なんか本当に好きなのかわからなくてみたいな言うじゃん。ダメよ、みんなちゃんと言わないと。よし、じゃあ試験受けます。 Today は中間テスト、リラックスしてファイトだよ。ファイトだよ。それではレディースタートいきます。次の言葉はすべて同じ意味です。どういう意味でしょうか？グラシアス、サンキュー、メルシー、シェイシェイ、ありがとう。美味しいという言葉は次のうちどれでしょう？デリシャス。次のうち仲間外れの言葉はどれでしょうか？ I love you, je t'aime, te amo, いただきますだな。コミュニケーションの第一歩は相手に何をすることでしょうか？褒めること。みんな大好き言語学、先生の名前はなんだ？おー、なんだろうな。正義、政治、シェイ、ストップ、テスト終了だよ。ペンを机に置いて、プットン。リラックスして解けたかな？特に最後のクエスチョン。お主たち、ナイスファイト。結果受付スタッフから聞いてね。最後のさ、問題間違えてる生徒いたら、政治先生めっちゃ泣きそうじゃないか。サッドネスだよ。かわいそうになっちゃう。中間テストは3問正解。どうだろう。ドゥルル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 ル。これは余裕だったね。あざすあざす。じゃあ続けていきますかね。中間テストお疲れ様。みんなよくできてたよ。今回からレッスンは後半戦。準備は Are you ready? Yes! ナイスなお返事、サンキュー。さすが優秀なお主たち。前期のレッスンでは、政治といろんな国の言葉勉強したよな。後期は一風変わったレッスン、リスニング形式で行うからね。カモン、ピピカチュウ。
おピピカチュウ、おピピカチュウ。かわいい。モフモフやね。聞いての通り、ポケモンの世界にも言葉はあるんだよな。わしたちにはちょっと難しいけど、もちろんそこには意味がある。言葉によって食べ物の場所や天敵の出現など、仲間たちといろいろな情報を交換してるわけ。だから同じポケモンの言葉でも使い時によってはその声は違う。Today はみんなが知って気になるポケモンの言葉を知っていこうよ。Please ピカチュウ。ピッカ。今のピカチュウの言葉は一体どんな気持ちだろうね。ピッカ。喜び。んにゃん、喜び。え、まあ、残念。ポケモンの言葉難しいもんな。でもニコニコだったよ。ピカチュウの、ピッカ。は、怒りの気持ち。怒ってる声なんだね。でも顔はニコニコだったよ。今回はピカチュウちゃんにちょっと怒るふりをしてもらいました。ピカチュウちゃんの名演に皆さん盛大な拍手。パチパチ。かわいい。同じポケモンでも言葉は一つじゃない。気持ちや体調によってポケモンの声は変わるから、レッスン後から注意深く聞いてみて、ポケモンのこと深く知れるんだもん。とはいえ、ポケモンは不思議な不思議な生き物。中には言語ではなく、超音波や電磁波、テレパシーで意思疎通するものもいるんだな。突然ですが、セイジのワンポイントアドバイス。ピクニックでポケモンを集中、ポケモンにいたずらしすぎると、さっきみたいに怒られちゃうかもよ。それじゃあ、アディオスバイバイ、See you next time。あれだよね、サトシのピカチュウなんかめっちゃ喋るよね。ピカピーとか、ピカチュピーとか言うし、自己紹介もするし、ピカチュウって言うし。すごいよ、ピカチュウって。よし、続けていきましょうかね。親愛なるお主たち、ご機嫌うるわしゅう。聖人の言語レッスン、ご準備のほど、Are you ready? Yes! お返事まで優秀、お主たちさすが優秀な生徒たち。前回に引き続き、Today もリスニング形式でレッスン行きますよ。カモンピピカチュウ。ピピカチュウ。よろしく。ピカチュウ。前のレッスンで学んだように、同じポケモンの言葉でも、使い時によって、この声が違ったね。Today はもっと深くポケモンの言葉を知っていくよ。Please, ピカチュウ。ピカー。でも全部顔一緒なんだよな。なんだかちょっと暗い。声も低めに聞こえるような。今のピカチュウの言葉は一体どんな気持ちだっただろうか。かなっちー。やった。ピンポンエマ、超ベリベリ大正解。ピカチュウの、ペガー。は、悲しみの気持ち、泣いちゃいたい声なんだね。ピカチュウちゃんには泣き真似ならぬ泣き真似をしてもらいました。ピカチュウちゃんの名演に皆さん盛大な拍手。パチパチ。かわいいピカチュウ。突然ですが、セイジのワンポイントアドバイス。もし自分のポケモンが悲しんでいる声を出してたら、優しく接してあげてね。って当たり前のことだもん。お主たちならお茶の子さいさいだろ。もちろん人間においても、クラスメイトにも同じことだよ。悲しい時は支え合い、セイジ先生はいつだってお主たちの笑顔を見たいからね。ネクストは最後のレッスン、クライマックスまでよろしくな。アディオスバイバイ。親愛なるお主たち、具合はいかがですかな。セイジのラストレッスン、心の準備は Are you ready? Yes! 最後にふさわしいベストなお返事、気持ちいいね。引き続き Today もリスニング形式、レッスン。カモンピッピカチュウ。ピッピカチュウが手持ちなのかな。でもライチュウのバッチつけてるけど。早速だけど、ピカチュウちゃん、最後のリスニング、今の気持ちを教えてプリーズ。チャー。なんだか、わしたちまで同じ気持ちになっちゃう声。今のピカチュウの言葉は一体どんな気持ちだっただろうか。これは、喜びなのでは?今度こそ。さすが今だよ。喜びの超ベリベリ大正解。ピカチュウの、チャーは、喜びの気持ち、嬉しくて踊り出しちゃい、
う声。今回のピカチュウちゃんは真似じゃなくてお主たちと一緒にレッスンできた。ありのままの気持ち表現してもらったよ。お主たちと出会えて一緒に学びレッスンできて、セイジもピカチュウちゃんもとっても喜びだったからな。突然ですがセイジのラストアドバイス。これからお主たちには怒ったり悲しんだりするときいっぱいあると思う。どんなことでも谷あり山あり、人生はジェットコースターよ。でもラストにはきっと喜びが待ってるから、苦しいときもスマイルでゴー。チャー、かわいい。一人でどうしようもないときは先生でもいいし、家族や友達誰でもいいからきちんと頼るんだよ。ネクストは期末テストだから、これまでのレッスン復習しておいてね。アディオス、バイバイでよ。トゥデイは期末テスト、リラックスしてファイトだよ。じゃあレディスタートいきましょう。美味しいという言葉は次のうちどれでしょう。あれ、これ前も出なかった？デリシャス。次の外国語の意味は何でしょう。 I love you、 ジュテーム、愛してます。あれ、なんかピッカリスニングだ。ピカチュウの気持ちを答えましょう。これは怒ってるやつだ。もっかいとかできるんだ。チャー、喜び。みんな大好き言語学、セイジ先生、セイジ先生って言っちゃったよ。先生の名前はなんだ。セイジ先生、なんで毎回これセイジ先生、これは校長に何も言われないの。ストップ、テスト終了だよ。ペンを机にプットン。お約束の最後のクエスチョン、リラックスして解けただろうな。お主たちナイスファイト。結果受付スタッフから聞いてね。なんかさ、レホール先生はさ、校長に止められてなみたいな、絶対入れろって言われたからなみたいな言ってたけど、セイジ先生は別にないのそれ。レホール先生はなんか目つけられてんのかな。よし、どうだろうか。ルル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 ル、デン、お、満点、やっとぜ。あざす。で、ちょっと授業が終わったところなんですが、ゼロエリアに向かっていきたいんですよね。っていうのも、なんかゼロエリアのところにコライドンがいるらしいんですよ。もう一匹いたじゃん。山ちゃんが持ってるこの子じゃなくて、もう一匹いたコライドンがいるっぽいんだけど、その子をゲットしに行きたいと思います。行きましょうかね。ということでね、ゼロエリアに来たんですけど、どこにコライドンいんだ？探すか。あ、いたわ。めちゃめちゃ目の前にいたわ。いました。ちょっとセーブして、コライドンは格闘ドラゴンだったかな。なので、どうしよっかな。格闘ドラゴンだとさ、フェアリー4倍だけどさ、4倍したら死んじゃうかな。ちょっとやめとくか。さすがに4倍はまずいか。氷？自己不自由で行くかな。こんな感じで行こうかな。待って、危ね。よし、じゃあ行きます。君も一人なんだな。仲間になろうぜ。え、藤子不二雄、黄色の鼓動、古代の鼓動？なんじゃそりゃ。アイススピナー、死んじゃうから、近くね。君たち、近くないか、ちょっと。おら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 。あぶねえ、死ぬかと思った。あぶねえ。よしよし、いい削り。いけんだろ。おりゃあ。あ、ダメだ。麻痺、やるか。近い、もうすごい近いんだけど、なんでこんな近いのこの人たち。
もうちょっと離れた方が戦いやすいんじゃない？普通に友達喋るぐらいの距離感だよこれ。近いね。あとあんま反動ある技しないで、死ぬから。痛え。やめろ。レンジ化して麻痺にしよう。こうやってゲットできるか。お、取った。よし、ナイス。コライドン、パラドックスポケモン、完全形態。拳で大地を引き裂いたと古い探検記に記された翼の王の正体らしい。翼の王？あ、探検記に書いてあったやつってこと？へぇ、そうなんだ。ゲットだぜ。で、あと、おぉ、おぉ、おぉ、どうした？あぎゃ？あ、なんか、ちょっと、仲良くして。仲良くしてる？大丈夫？仲良しなった？大丈夫かな？あと、なんだっけ？とどろく月だっけ？あの、ボーマンダの先祖がどっかにいるらしいんだけど、これもちょっとゲットしに行きたいと思います。この中って入れんのかな？行ってみよう。うわ、行けるじゃん。怖っ。ちょ、セーブしよう。なんもないからな。この先行けんのか。ほっ、行ける。入れちゃった、ここ。エマちゃんも過去に行けるかもしれない。なんかあんのかな？なんかあるわけではないのか？なんもない。なんだここ。観光地。あ、なんもないんだ。ここになんかいんのかと思った。てか、ここにコライドいんだと思ったら、なんかめちゃめちゃ変なとこにいた。驚く月ってやつはどこにいるんじゃい？ぬ？なんかある。洞窟だ。あ、じゃ、ちょ、邪魔、でかいな、これ。なんだ、ここ。なんか洞窟、来たな。こんなとこあったっけ？来た覚えないんだけど。あ、あそこ。アザマシンあるぜ。あ、墓地だ。なんかここさ、あれ見た？ミステリーサークル？みたいになってる。なんだここ。あー、いた、びっくりした。普通にいる、びっくりした。いるやん、お前。犬ならいるって言ってくださいよ。どうしようかな。また藤子不二雄で行っていいか。ドラゴンタイプだもんね。よろしくお願いします。かっこいいなこいつ。アイススピナーして、あっ、死んだ。弱い。
いや、いるやろ。なんか見える。ここにいるな。ここに。ここにいるな。いるんだよな。ねえ、ちょっと出てきてくれないかな、岩から。あ、じゃあ、ここ、出る場所なのかな、湧き層。湧き層はちょっと、マイクラすぎる。なんていうの、出現エリア。ここら辺うろうろしてたら、またいるかな。これ出てきてくんないかな。いや、ここなんかめっちゃほら、見て。マーク書いてある。なんだろう。何のマーク？確実になんか人工物というか、なんていうの？昔の人が書いたのかな？観測部隊が書いたりしたのかな？そんな感じじゃない？あ、いた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 。よし、ゲット。驚く月。パラドックスポケモン。謎の多い探検記の中で、驚く月という名で記された生物の可能性がある。なんかこのパラドックスポケモンたちはあんまりさ、説明してくんないよね。なんかそれの可能性がある。で終わっちゃう気がする。なんでや。ちゃんと図鑑書いてくれよ、博士。はい、じゃあ今回はここまでで終わりたいと思います。まだ受けてない授業何個かあるので、それ受けていきたいと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあバイバイ。